はい、こんにちは。 0955BJJ 長崎柔術松本です。今日は諏訪神社のここにいます。こちら馬町歩道橋ですね。今日はこっちから片淵の方の、片淵の方というか西山水源地跡の方にね向かって歩いていきたいと思います。で、ここあたりは僕はね本当幼い頃からのもうマジ地元で、よく、通ってたところなんで、まあ、今の道と当時の風景っていうのをちょっと比較しながら話していきたいと思います。で、早速なんですけど、もう本当幼い頃の話なんでね、もう40年じゃ済まねえな、もう45年50年近く前、今自分が52、もうすぐ53なんですけど、その頃はもちろんこの地下道はありませんでした。ここあたりまで今、こうやってね広い歩道にはなってるんですけど、ここあたりまで、お店だった記憶があります。この通りはね、ここまでね通り大きくなかったんですけど、この角ぐらいに、新聞屋さんがあった記憶がありますね。僕ね幼稚園が今の鳴滝高校のところにある、鳴滝高校のところにあった長崎女子短大の付属幼稚園だったんですね。で、同級生っていうのかな、こっち側の子たちと一緒に新大工のね商店街の方ずっと通って帰ってきて、で僕はバスで、立山の方にね登る方だったんですけど、友達はここで、お母さんがね夕刊買って帰ってましたね。当時長崎新聞の販売店があった場所ですね。当時はね長崎新聞もね朝刊だけでなく夕刊があったんですよ。という感じでこっちの方進んでいきます。自分そんな昔ではないですけど、まあ昔でもないっていうかね、若い子にはとっては昔ですけど、あそこのちょうど今画角の正面にある歩道、地下歩道の出口あたりのところによく屋台が出てましたね。ラーメン屋さん、はい、食べたことなかったんですけど、ここあたりの近所の同級生の話では美味しかったっていう話でした。はい、はい、ということで、ここから西山バイパスの方っていう言い方すると分かるかな、そっちの方に進んでいきます。当然ですけどね、ここの道とかねかなり広くなりましたね。昔はね片側一車線じゃなかったかな。この石垣、今ね、諏訪神社のバス停のところを通ったんですけど、この石垣は昔からあったんで、今片側2車線の今タクシーが出てきましたけど、右半分は、広くなった通りっていうような感じです。もう本当は遥か昔の話なんでね、もう全然それこそ僕が小学校ぐらいですかね、長崎東高校が今立山の方にね上にありますけど、当時は上長崎小学校の隣だったんですよ。はい、まあそれ知ってる人もね多いと思うんですけど、その後ぐらいかな、それぐらいまではまだ狭かったような気がするな。
ちなみにこのマンションね、そこの石碑もありますけど、ここはね、風紀楼っていう料亭ですかね、料亭が昔ありました。こんな感じ。はい、すごいね、あの歴史を感じさせる建物だったんですけど、まあ管理の問題っていう話ですかね。まあ取り壊しが決まってからもう容赦なく結構早く建て壊されて、もう今マンションになっちゃいましたね。この風紀楼ってこち亀、あのりょうさんの漫画でもね登場したことがあるんです。りょうさんがなんかね全国を飛び回るみたいなシリーズのそういう回の時に、長崎で取り上げられた時にこの風紀楼でしっぽく料理を食べてたっていうのが記憶にあります。はい、ここの床屋さんは僕の幼なじみのお父さんがやってるところです。はい、ずっと上長崎小学校の方に向かって進んでおります。あ、ここ辺りの路地とかね、ここ辺りはもう本当昔ながらですね。大通りは結構綺麗になったけど、裏は結構相変わらずぐちゃぐちゃになってますね。向こう側ちょうど焼肉屋さんのとこから斜めに入る道、分かりますかね。あそこの方は車昔通ってた記憶あるな、結構通ってたような。ここがメイン通りだったかな、それともちょっとくねって曲がってあっちをバスが通ったりしてたような記憶もなくはない。ちょっとごめんなさい、そこは曖昧です。僕は母校が、小学校が上長崎小学校で、中学校が片淵で、高校が東校っていう、もう本当ここあたりの近所の人からするともう本当完璧な、もう本当近所で小中高ね12年間を過ごしたっていう感じですね。今はね、片淵中学校は山の上の方にね、なんかよくわかんない城みたいに、ね、そんな感じの建物になっちゃってますけど、で跡地がこの済生会病院になってますね。済生会病院は昔済生会じゃないや、原爆病院が片淵にあったんですよ。今何だっけ、上長崎ふれあい公園みたいな、ふれあい広場みたいな感じになってますけど、そこあたりにあって、で片淵中がこっちで、こっち上長崎小学校ですね。片淵中は本当かどうか知らないですけど、なんか当時、ね、全国で2番目に校庭が狭い中学校、1番だったっけな、2番だったっけな、なんかとにかくめちゃくちゃ狭かった。校舎があって、校庭がねテニスコート1個分ぐらいしかなかったです。当時のスポーツテストみたいなので、ね、50メートルは斜めにでそれで、ギリギリっていうぐらいの感じでしたね。はい、ここ上長崎小学校、ここも結構建て替えてね綺麗になりましたね。以前はこの通り沿いに校舎があったんですけど、まあ古かったですからね、それを取り壊して
反対側の方、向こう側、こっち側に校舎があったんですよね。だから昔はこうこうっていう感じだったんですよね。こっちの方はまあでも多分一回壊し取り壊して建て替えてんじゃないかな。はい、こっちは済生会病院ですよね。済生会病院、はい、ちょっと川沿いにあって、であそこの連絡通路があって今ちょうど画角の真ん中ぐらいにあるところ、こう渡ったこれですね。こっちが昔体育館でした。はい、でここあたりが旧東高の跡地ですね。僕がね小学校低学年の時に移転するっていう風になって、それまでねあのこっちの方高校生のお兄さんたちいましたね。でそこから建て壊しになって気づいたらもうこういう住宅地になったと。あ、ちなみにこの通り今はねもうメイン通り片側2車線の通りなんですけど、当時はあそこ分かるかな、横断歩道があって斜めに床屋さんの看板があるところ、あっちの方がバス通りでした。今ねこっちまっすぐ行ってますけど、ちょうど今建物の裏側になってるところです。だから本当道狭かったんですよ。クリーニング屋さんの裏の方ね。はい、ここあたりがだから本当だから東高の校舎だったのかな、この通りの方も。ごめんなさい、そこあたりちょっともう記憶が曖昧です。もう昔の前輪の地図とか見ないと思い出せない。前輪の地図ってこうやって YouTube とか載っけていいのかな、多分ダメだろうな、ね、著作権とかねそういうのも絶対あると思うんで。あそこ今横断歩道ありますよね、あっちの方にぐるっと抜けてる感じです。本当だからねもうバスも狭くて本当譲り合いながらっていう感じの道でした。で奥にねあの木々がこのちょっとピンク色の建物の左側にあるあの木々がね生えてるところ、あっちが経済学部、長崎大学経済学部のキャンパスの方です。ここはもう昔から変わらず、そうここの信号のところ眼科ありますよね、あそこのところはバス通りだったって今信じらんないですよね。はい、でもっと信じらんなかったのがもうちょっと進んでいきますね。ここあたりも東高の跡地でしたね。よく言われてたのがね上中崎小学校上小で片淵甲冑出て、で東高行って経済学部進学すれば本当もうね633の12年プラス4年16年もう西山片淵で全部義務教育から大学まで完結できるっていうように言われてましたけど、僕それが嫌でね、はい、あの大学はちょっと離れたとこ行きたいなっていうことで東京の大学に、まあその時ねいろいろやりたいこともあったんで進学したっていう感じです。はい、でここが経済学部の信号のとこです。バス停もあります。でここあたりなんですけど、実はあの経済学部の門のところは変わらないんですが、ここね昔片側通行の通りだったんです。
多分ね信じらんない人多いんだと思うんだけど、それこそ50代後半60代の方、この西山片渕出身もしくはゆかりのある方覚えてるかと思うんですが、ここあたりでね、例えば今僕が通ってきた道から奥の方に行く通り、今こうやって信号で止まってる時は奥の方からずっと車が来てると、でそこから向こう側が赤になってこっちが青になって進んでいくっていうような道でした。本当に経済学部のもんはここ変わらないので、ちょうどこっち側の車線でしょうね。はい、この川に沿って進んでました。歩道もこんなになかったから多分ここあたり車道だった記憶があります。本当にそういう昔の写真とか、まあ、動画はねもちろんないでしょうけど、絶対ね今の人たち信じられないと思うんですよ。なんでねそういうのを記録残しておくためにこうやって僕はね動画を回して残しておきたいなと思ってる感じです。本当ね昭和40年代50年代の写真とか動画っていうのが本当に出回ってないんですよね。それより前の写真とかっていうのはあるんです。それこそね原爆被爆直後のとかね、そういうのはあるんだけど、もうちょい比較的近い過去の記録っていうのが本当ないんですよね。で長崎ってもうそれこそね100年に一度のこの街づくりの時って言われてるような感じで、今それこそスクラップ&ビルドが進んでる状況なんで、どん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 これからも街並みとかね新しい建物とかができて変わってくると思うんですよね。そういうのをこういう動画で記録残しておきたいなと思ってます。こっちの方はね今階段があって奥の手すりのある道あるんですけど、これは昔からありました。なんでもうちょい、ね、このうちの、手前側、今車が通ってるぐらいのところまで何かあった記憶があるんですよね。普通の家とかがあったような気がするんだよな。そう、何か工務店みたいな。そう、ちっちゃい頃幼心ながらに途中のこの店とか行きたい人ってどうするんだろうと思ってましたね、車とかでね。そういう意味ではねかなり変わってる。本当ね皆さんに前輪のそれこそ昭和50年ぐらいの長崎市のこの西山片渕のちょうど今間ぐらいのとこ通ってるんで、そこあたりの地図見てほしいなって思いますね。はい、乗っけることはしません。著作権に引っかかったらめんどくさいんで、はい、僕も後で図書館でも行って前輪の地図見てみたいと思います。本当そういうの好きなんですよ。ということでずっと進んできました。この川の道幅、ここあたりはねこっち側はね木が結構生い茂ってたような気がする。今歩道通ってる方は木々が生い茂ってて、反対側のこの今歩いてて左側の方に家とかそういう商店というかね、まあなんか家というか建物が並んでた気がしますね。で
もうちょい行ったぐらいで、ちょうどこの川平有料道路の看板がある付近に信号があったわけです。でこのままね、まっすぐ行くと、ね、西山バイパスの方なんですけど、当時のバス道路はここちょうど交番があります。ここぐるっと回ってで、かつ左に曲がる。今ここの橋はありますけどね、この橋前あったかな、ちょっと記憶が定かではないけど、こっち、これが当時のバス通りでした。はい、本当ですよ。今でこそね、ちょっと裏道みたいな感じで車がね、こう新大区の方からの抜け道みたいな感じで通ってますけど、むしろね、逆から来る車って最近そうそうないですけどね。ここがバス通りでしたね。はい、本当だから昔は狭い道でバスがねガンガン通ってたと。はい、当時は今みたいに循環はなかった記憶があります。循環がなくて、ちょうど諏訪神社の方から今の西山4丁目の方に行くのは、三ツ山口っていう、バス停ありますけど、そこが終点ですね。まだ西山台団地がなかった頃、まあなかったというか開発中だったのかなっていう頃です。で、あとは、立山駅、浜平まではまだ通ってなかったですね。で、あとは西山小場駅、西山小場はもう本当1時間に1本とかのペースで、今とあんまり変わらないぐらいの本数でしたね。まあやっぱり三ツ山口の方がバスの本数は多かったかな。立山行きと西山、三ツ山口が同じぐらいだったかな。はい、ここを抜けて、この信号のとこですね。この信号のところで、まあ、当時信号はなかったような気がするな、うん、というのもこのまっすぐの道じゃないから、そのまままっすぐ登っていければ立山方面で、ここから右に曲がっていくと三ツ山口とか、まあ、今でいう循環西山小場駅の方面でしたね、というような感じで、ちょっと昔の思い出をね、語りつつ、まあ、昔っつっても本当僕はもう本当に幼稚園とか小学校低学年ぐらいの時の話です。ちなみにこの西方ストアは昔からあります。はい、本当に昔から。ここの道もなんか馴染みがあんだけどちょっと思い出せない。でも少なくともバスは通ってないです、ここは。はい、それは間違いない、というような感じで、ここあたりの建物もね、今はもうバラックみたいな感じで、もう人住んでないでしょうね、住めないよね、というような通りをずっと歩いてきてみました、という感じで、今回、僕のね馴染みのある、幼い頃から馴染みのある諏訪神社から、あ、ちなみに忘れてた、ちょっと戻りますよ。ちょっと今赤なんで、今このエネオスとかあるあたりですね、ここあたりが、水源地でしたね。はい、信号渡る、大事なこと忘れてた。
校の、立山の方にずっと登っていくところの下からこの今ねさっき通ってきたあの狭い旧バス通りだから今も本当ここあたりなんですけど昔は、テーブ水源地って言ってました、この奥ずっとね西山バイパス方面の方に今ご存知の方あの水源地がありますでその下の方にある水源地っていうことで、はい、ここはね水源地というかなんか水道水をろ過するような場所だったような気がするなんかここになんか水が溜まってたっていうような記憶はあんまないですねあの上の方から見て水が溜まってたっていうよりは何かいろいろ水道の施設があったような場所っていう記憶がありますさっきくるっと曲がったところありましたけどそこの部分からさっきのあの信号の部分ですねだからこれも結構広いですね広い部分はいこれもそうだ多分東高の校舎を潰してで多分ここをね広い通りにしようっていう計画だったんでしょうね、まあ、多分同じ時期ぐらいに廃止になって工事でこのような感じになってるという記憶がありますここあたりもねもうリンガーハットもなくなっちゃったし、その奥にあった奥というかね今黄色い看板ありますローソンもなくなってチョコザップになっちゃったはい今見たらここの建物もなんかテナント入ってたメガネ屋さんだったかなそれもなくなっちゃってるまあ少しずつねいろいろやっぱり変わってきますねということで今回は諏訪神社からこの水源地跡の方までずっと歩いて昔のもう本当幼い頃の思い出をずっと語ってみてみましたまあもしねこの昔の長崎を残したいっていうようなさっきね僕が語ったような、意見に賛同してくださる方はぜひチャンネル登録とか高評価ご視聴よろしくお願いしますそれではまた次の動画でお会いしましょう